こんにちは、ひろちゃん農園のひろちゃんです。昨日夕方からすごい大風が吹きました。人間も飛ばされるかなと思うぐらいの大風だったので、ちょっと見回りはしたんですけど、ハウスが危ないかなというのは感じながらもう帰りました。そうすると朝までにかなり吹いたようで、雨よけが壊れました。主のハウスの方は大丈夫でした。雨よけは2箇所作ってまして、1箇所はスイカを立体栽培して、1箇所はトマトを植え付けてました。その後お花を植えようかなと思って、普段なら毎年終わったらすぐに解体するんですけど、そのままに残しています。アーチ型の雨よけが大風で半分壊れました。半分もう壊れた。ビニール半分剥がれちゅうし、ビニールはそうや、うん、今からそれを直そうかなと思っています。まあ、直すのはそんなに大ごとではないと思います。簡単に直るとは思いますが、作るがも簡単やとき、うん、直すがも簡単や。そう、でもまだ昨日ほどではないですけど風が吹いてますので、ビニールの張り替えは今日はできないと思います。そうやね、うん、支柱だけ直す。そうそう、支柱がちょっと浮いて変形しているところを直す。それとアーチ型がどうして壊れたかとか構造的な部分、うん、アーチ型の方ががっしり主がやけど、被害が出たかはアーチ型の方や。そうそう、その辺も一緒に風受ける気やね。見てもらいましょうか。はい、肩勾配にしてる雨よけあるんですけど、上のポリがちょっとここが外れて止めてたのが太陽で割れて落ちてますので、止めが割れて風じゃなくて経年劣化、経年劣化、ここも何年も使うとこないなるがやろね、はい、うん、それで押さえがなかったのでここまで外れたと思いますけど、あとはネットで押さえつけられてると思います。全然問題ないね。問題ない。このネットも効くわよね。ネットがすごい効く。それでネットを下に押さえつけちゅうろ、うん、これが良かったと思う。あ、支柱も縦の長い支柱だけじゃなくて、上に持ち上がらないように短いパイプをぐっすり打ち込んじゅうわけよ、うん、でこの横のパイプに止めてるので、これが浮かないというやり方をしてます。これ結構効いてると思います。そうです、肩勾配がやっぱり風には強いね。もう全部抜けてしまうから。そうやね、これイボだけ作っちゃうよね。イボだけ。材料はそんなに強度がある材料じゃないの？ないない、向こうも一緒よ、イボだけ。あ、上はイボだけか、うん、はい、危ない、バック危ない、はい、はい、アーチ型の雨よけをしてるんですけど、昨日の風で破けてしまいました。止めも全部外れてここが浮いてしまって、これも短いパイプで打ち込んでおけばよかったんですけど、木があるので大丈夫かなと思ってたんで、木に縛ってなかった、それがまずかったかな。止めを外して打ち直して、あそこ曲がってるのをなんとか直したいと思います。これもまあ半分ぐらいまで、半分まではビニールが飛びました。ネットでポリを押さえつけてたんですけど、今回はここの押さえつけてたパッカーが飛んでしまって外れてます。ネットを下まで押さえちょったらもっと違うちょったかもしれん。あ、なるほど、うん、そう、向こうのピラピラネットシューもね、そう邪魔と思って私が上上げたき、それがまずかったかな。初めは下までつけちょったか。そうそう。あ、そうなの、うん、ちょっとしたことで全然違うと思います。これ直しますか、今から。今からやります。これを外して上から打ち込みます。止めの金具を外します。これを直さないかな。そう、そこが意外に大きい。これは届か、無理。これ棒曲げるやつないな。ない、無理に引っ張ってもいいけど。これここで打ったらいかがですか。ん、届かん。これが届かんがな。届かん、届かん。これここまでしかない。うん、じゃあこっちへ曲がったき、よけ。これくくりたいけ、こういかな。それで今度は反対側。
これ今日のこといかがない彼が。大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。全体にトンネルが向こう向いて風で煽られて、そのパイプが歪んじゅうよ。これ？うん。歪んじゅう。多分。直しとくの。吸盤が強い。うん。直しとこうか。うん。それが歪むほど一中がやけ。けどこれでもいいわ。これ使ったらパッカが歪んじゅう。折れちゅうもん。割れちゅう。ここよ。これ宇宙は何本持ってないやあんたのやつだけど抜かん触らんよ打ってないもん。そう、そこを打ち込む気ね、短いのでちょっとほんで上げちゃって押さえれる場合に。これいかんわ。これに中入れすぎ。パッカンこんな割れるっていうのはすごいね。どら。こら。パッカン割れたりするからね。もう強風で。あれでね。うん。だいたいできたね。もうあとはビニールはずだけ。できた時と同じようにはいかんね。向こうから叩いたらいかんかな。まあしょうがないこれ真ん中を向こうから打ったら叩いてもまあ同じようにならないならん、うん、ねじれちゅう。いっぺん壊れたもんはなかなか同じようにならない。もっと戻らん、うん、ここもそこはもうけどつっかえ棒で止めたらええじゃない。こっちからそうそうけどもうのける気ええわ。そうよね。とりあえずは全体的にはあとビニールはもう明日貼り直します。そうよね。まあまあ上等じゃないかい。初めのあれから比べたらまあこれぐらいやったら、うん、悪くないろ。まあちょっとはがっしりした、うん、1本増やしただけでえらい違うね。もうちょっと工夫してやったら台風まで持ち上がる。うん、台風までにはこれ終わると思う、うん、だからもう壊すろ。壊す、うん、あとこまごまちょこちょこやっていきますか。そうですね。ところどころでこんなに補強します。この補強が結構効くと思う。そうだね。ほんで今度はネットを下で押さえる。そうだね。そしたらもっと持ちがいいろ、うん、まあ、全部はずいてからやね、ポリ貼るのに。そうやね。風のない日に貼らんと無理や、うん、そうやね。とりあえずこれで応急処置は終わりました。支柱の方は簡単に直すことができましたけど、今日も風がすごく吹きますので張り替えるポリは今日は無理だと思いますので、風のない日に張り替えをしたいと思います。春はもうこんなこともあるね。今年の春の大風って言うけど、これほど台風並みに吹くっていうことはまずなかったよね。まあね、毎年沿道の支柱倒れたりとか。今年の沿道の支柱は全然びくともせん。そうだね。今年はまあ大丈夫だけど、葉っぱは良くないけどな。まあ葉っぱも飛んでなくなったし、うん、斜めに打ち込んじゅうき。ああ、それが効いちゅうのかな。いろんな大変なことが起こります。試練です。ハプニングです。でもまあそれも畑仕事の楽しい一つだと思ってます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。今日も昨日に負けんぐらい吹き出した。また夜中吹くかな。被害がこれ以上出んかったらええけどね、うん、まあ被害に遭うもんがないもん。野菜がないき、これからの植え替えのシーズンになってるき、はい、はい、ありがとうございました。2個上に持ち上がらないように短いパイプをぐっすり打ち込んじゅうわけよ、うん、昨日夕方からすごい大風が吹きました。人間も飛ばされるかなと思うぐらいの大風だったので、ちょっと見回りはしたんですけど、ハウスが危ないかなというのは感じながらもう帰りました。